さあ、やるぞ。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした、第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか。立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。攻撃すればガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う。各自判断して必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。助かった。これが本日最後の訓練だ。総合的な巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいこと言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。
苦手だけど頑張らなきゃ。アルミ、お前ならやれるって。俺も手は抜かねえけどな。キース教官が見てると思うと緊張して実力出せないよ。弱音吐いてるとまた教官にどやされるぞ。再起動装置うまく使えてるみたいだね。ああ、なんとかな。だがもっとうまくなってやる。エレン、大丈夫？余計なことはすんなよな。お前はお前で全力を尽くせよ。助かった。おい、エレン、クリストの邪魔するんじゃねえぞ。はあ、何言ってんだお前。俺はもう立体機動術のコツをつかんだぜ。てめえは指くわえて見てな。せえな、お前にだけは負けねえ。なんだ、厄介そうなのかな。おとなしくしてろ。負けないからな、エレン。ああ、俺だってトーマスには負けねえよ。そこまで、時間だ。訓練終了。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。くそ、1位を逃しちまったか。おのおの、今回の結果を踏まえさらに訓練に励め。解散。エレン、立体軌道のコツはつかめたか？いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。じゃあ、そんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだな。なあ？あ、いや、僕は何のための訓練だと思ってんだ、クズが。なんだと？二人とも落ち着きなよ。貴
巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。おい、ちゃん。お前の志望は調査兵団だったな。ああ、俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。